ハリントン伯爵スタンホープ家の紋章の縦部分ハリントン伯爵はグレートブリテン貴族の伯爵院。1742年にホイック島の政治家ウィリアム・スタンホープが除されたのに始まる。北部担当国務大臣にアイルランド総督などを歴任したホイック島の政治家ウィリアム・スタンホープは 1730年1月6日に、グレートブリテン貴族社クイノーサンプトン州における、ハリントンのハリントン男爵。1742年2月9日に、グレートブリテン貴族社クイサリー州における、ピーター・シャムのピーター・シャム子爵と、ハリントン伯爵アール・オブ・ハリング店に助せられた以降2019年、現在まで彼の男系男子によって継承が続けられている。11大ハリントン伯 ウィリアム・スタンホープは、当園の第7代スタンホープ伯爵、ジェームズ・スタンホープの死後に、グレートブリテン貴族爵位、ダービー州におけるエルバストンのエルバストンのスタンホープ男爵とマオンのスタンホープ子爵を継承した。この2つの爵位が、初代スタンホープ伯爵、ジェームズ・スタンホープのハトコジョン・スタンホープとその、男系男子を特別継承者とする規定を定めていたためである。 現在の当主は12大ハリントン博、チャールズ・スタンホープである。現当主チャールズ・スタンホープ配下の借位を保有している。ありがとうございます。